大丈夫です。はいはい、それじゃあ行きましょう。はいはい、ここは、ね、この標識が出てる通り大瀬町に向かってます。どういう意味だろうね。この人の名前？人の名前じゃないと思うけど、港川パヤオ鮮魚店。パヤオさんっていないんだろ。パヤオさんって何人なの？ちょっとパラオみたいだなと思ってるけど、もう左側が工業高校。果汁とか書いてあるよ、うん、あ、今なんか歯がついてて、また今
木。福木の並木を過ぎて、あ、これ牛ちゃんってちゃんと書いてあるね。南の駅八重瀬、南の駅八重瀬に来ました。あー、あるある。どこにある？ほらほら、正面のはるはるなんとか菓子店って書いてあるよ、今。え、あれ、お菓子屋さん？うん。あ、違う。あ、ほんとだ、じゃ違うか。ここは、あ、ここ入っちゃって大丈夫かな。あ、あっちだ、あっちだ、あった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 。あ、なんかすごい繁盛してるね。ほら、よいしょ。そしたらサングラスのままでいいかな、眩しいから。で、マスクをして、うん、マスクして、ちょっと待って、これを持って、さあ、南の駅八重瀬にやってきました。ここに、ね、素晴らしい木があったり、なんか、ね、ベンチ増えてるの、これ。なんか、うん、なんかやったのかな、ここで。やったのかもしれないね、ここでね。ここで何もやれたらいいね。で、はるはるデジタブル、あ、なんかデジタブルスイーツはるはる、隣が韓国屋台、そしてこっちがヤギ屋たくみ、たくみ、隣にはるエバーね。うん、よし、じゃあ行きますか。ね、このまま回して持ってって OK だったら使おうか、うん、ダメだったら止めようか、うん、あ、これ出しとかない、出しといて、よいしょ。様にもおすすめ。2種盛りがいいね。2種盛りで、キンクのキーマカレーと、セットボックスは、フルカレーセット。すごい暑いね、これマスクしてると。モリンガ甘酒ティー。モリンガ甘酒カフェオレ。どうしますか。